はい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 。さよならホームラン浴びちゃいましたね。まあ悔しいね。でもよくあの展開から追いついたなーっていうふうに思うし、まあいろいろね、たらればは言ってしまいがちですけども、すごく、まあピッチャーは頑張ったんじゃないかなーっていうふうに思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見に行ってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど言いました、ベイスターズ対ジャイアンツの試合解説をやっていきたいなというふうに思っております。はい、今冒頭でも今言いましたけども、まあ、平内投手がね、まあ、11回裏ですか。うん、サヨナラホームランを浴びてしまって、まあ、負けてしまったんですけど、まあ、今日ね、まあ、それは絶対勝ちたいですよ。勝ちたいですよ。間違いないんですけど、まああの展開からね、負けてる展開からよくね、まあ追いついたなーっていうふうに思いましたし、まああと一本っていうところがね、なかなか出なかったっていうのはあるんで、まあそんなことね、いつでもヒット出れば、あと一本がとか、言うけど、毎回ヒット出たらね、そんな楽なことないしね。うん。まあそれが野球っていうところもあるし、まあ負ける時なんていうのは大体そういうもんなんでね。まあ仕方ないんですけど、まあ、まあ、ポイントはね、ありましたんで、そういったところを詳しく解説していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ今日はですね、動画の構成としてはですね、まず、得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点見ていきまして、で、最後に配球チャートなんかも見ながら、ここがポイントでしたよ、みたいなところをお話ししていきたいと思います。じゃあ、早速ですね、得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりにね、画像を出しながら見ていきたいと思います。昨日ね、コメントでね、その、スコアボードが少し小さいっていうお話があったんで、ちょっとね、いつもより大きめにしたいと思います。はい、じゃあですね、得点シーンね。まあ今日はまあ2対1というところで、まあサヨナラ負けをしてしまったというところですけども、まあ先ほども言いましたように、まあよく追いついたなっていうところはあったんですね。はい。はい、6回ぐらいですね、まあその、梶原選手、まあ今日すごく当たってた、まあ今日というかまあずっと当たってるんだけども、うん、梶原選手にまあホームランを許してしまうと。で、まあ8回表、まあ2アウト1塁という場面から、まあ3ボール2ストライクのカウントになりまして、坂本選手がね、レフト線へのね、2塁打を打ちまして、吉川選手が1塁から激走して、ホームに帰ってくるというタイムリーで同点に追いつきますと。で、そこから0続いていきまして、最後11回裏に、まあ、先頭のオースティンにね、まあ、ホームランを浴びてしまうと。まあ、その、まあ、いろんな意見ありますと。なんかその、なんか不用意な一球でしたとか、なんかその、なんか、いろいろ言ってるじゃないですか。まあ、その意見は別にいいんですけど、まあ、結局、まあ、打たれたらみんな不用意な一球とか言うじゃないですか、大体。うん。でも、まあ、ヘナエ投手もね、まあ、初球だったと思うんですけど、まあ、甘くなったとはいえね、153キロのボールを、まあ、スタンドにホームラン打たれたというところで、まあ、打った方もね、素晴らしいなっていうところはあるので、まあ、今日に関してはね、僕はあんまりこう、強く言おうとは、まあ、思ってないんですね、正直。うん。はい。でですね、じゃあね、次ね、スタメン変更点見ていきたいと思いますんで、僕の顔あたりにね、スタメンの表を出しながらね、見ていきたいと思います。はい、じゃあ、ホーム側から行きましょうか。ホーム側の DNA から行きますと。はい、実は昨日からね、スタメン変更点なかったんですね。ピッチャーだけですね。ピッチャー昨日石田投手で、今日ケイ投手というところで、まあケイ投手ね、球めちゃくちゃ速いし、まあカットボールだったりとか、まあスライダー系のボールでね、まあうまく打ち取っていくというかね、まあ150、常時152、3出てるんでね、だいたい3、4とか出てるんで、今日見てても。まあ、素晴らしい、まあ、ピッチャーではあるので、まあ、そこからどんだけ点取れるかっていうところだと思うんですね。で、対するジャイアンツですけども、まあ、スタメンの変更点ありましたと。まあ、昨日、5番キャッチャーだった大城選手が今日は欠場してて、まあ、今日は菅野さんが投げてるんで、まあ、小林さんが8番に入っておりますと。で、昨日、6番だった坂本さんが今日5番になってて、で、7番だった門脇選手が6番。まあ、1個ずつ上がってるって形ですよね。で、浅野選手が昨日8番だったんですけども、今日は7番っていうところで、小林選手が8番に入って、1個ずつ打順が上がってったみたいな形ですね。はい。で、ピッチャー井上投手から、まあ、菅野投手というところで、まあ、菅野投手、
まあ、ずっとね、勝ってるっていうのがあるので、まあ、非常に、まあ、DeNA とも、まあ、チームとしてもね、相性がいいというところがあるんで、まあ、そこをね、どんだけ、まあ、ケイ投手と菅野投手、まあ、どっちもいいピッチャーなんで、まあ、そんな点は取れないだろうけども、まあ、そこで粘ってね、どこまでやれるかというところを今日ね、試合前、楽しみにしておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところでやってるか、ここポイント練習だよみたいなところを、できるだけ分かりやすくね、面白く、楽しく伝えていきたいと思うんで、こっから見てくださいね。OK? 分かりました?はい、いきます。はい、まず、今日ね、結構ね、やっぱりこう、ヒットとか出てたんですよ。ヒットとかフォアボールとか結構あって、まあ、チャンスっていうところ、まあ、チャンスもそうですし、ピンチも結構あったんですね。その中で、まあ、今日は、まあ、得点が、まあ、2点、まあ、2対1っていうところだったんで、まあ、結構その、まあ、見どころじゃないけども、まあそのファンからしたらすごく面白い試合だったんじゃないかなと思うんですね。でまず1回表、まあその丸さんが先頭出るんですよ。レフト前ヒットで出ますと。なんですけども、まあノーアウト1塁で、まあ吉川選手打席なんですけど、その時にまあ空振り三振で、ゲッツーと取られるんですよね。三振、いわゆる三振ゲッツーっていうのを取られると。で、まあその、まあやっぱり、ルイを進めていきたいとかいうところあるんだけども、まあまあなかなか点取れないだろうっていうところで、まあシールをかけてね、エンドランという形でやっていくんだけども、そこで三振ゲッツーになってしまったっていうのは、ちょっとこう、まあ雰囲気的にもね、あまり良くないというところですね。で、これ一回裏ね、梶原選手いきなりセカンドへの内野安打を打たれて、まあボテボテというか打ち取ってるんだけども、足が速いからセーフになると。で、ノーアウト一塁から桑原選手のサードゴロを、まあ、坂本選手がね、エラーしてしまうと。まあ、ちょっと雰囲気悪いですよね。さっきの三振ゲッツーから雰囲気悪いと。で、ノーアウト一塁で、まあ、その、佐野選手を4-6-3のダブルプレイ。これ取れたのめちゃくちゃでかかったんですね。もうこれ狙い通りに、完璧狙い通りにフォークボールで落として、バッターの ボールの上面を叩かせて、まあ、セカンドゴロゲッツー取ってるんですけど、まあ、セカンドゴロゲッツーなんで、ランナー三塁に残っちゃうんですね。ツーアウト三塁でオースティン迎えると。で、ここも結果空振り三振なんですけど、これね、菅野さんのこのフォークボールとまっすぐのコンビネーション素晴らしいと。うん。スライダーでボール、ストレートでストライク、で、フォークボールで空振り。で、ストレートでファール打たしといて、最後フォークボールもう一丁いって空振りっていうところで、まあ、完璧にね、コントロールできてるし、うん、ストレートっていうね、今日もね、球速も非常に出てたんで、やっぱりこう、ストレートがこんだけ出力あると、バッターからしてもストレートという球種は消せないんで、うん。ストレートの比重が高まるんで、そこでうまく、ストレートを相手に挟みながらね、うん。力強いまっすぐを挟みながら、フォークボールを非常にうまいところに落とせたんちゃうかなと思います。ナイスピッチングだったと思います。もうこれ点取られるフラグ、出てたんですけど、まあその、非常に、ナイスピッチングだったなと思います。粘ってたなと思いますと。で、2回裏、これ非常にいいプレーありました。岡本選手。はい。ノーアウトから、これ、牧選手フォアボール出したんですね。菅野さんがね、珍しいですね。で、ノーアウト1塁で山本選手がレフトフライと。で、ワンアウト1塁で京田選手が初球のカットボールを打って、ファーストゴロを打つんですけど、これを、いわゆる3-6-3のダブルプレイ。だから、岡本選手取って、二塁に先送球して、で、二塁、まあ、ショートからもう一回ファーストに転送されてきたやつを、岡本選手をもう一回踏むっていうね。非常に素晴らしい判断だと思うし、これがもし、一塁ベースを踏んでから行ってしまったら、間違いなくゲッツは取れないんで、それは非常に、起点の効いたね、判断だと思いますし、非常にナイスプレーだったなと思いますと。はい。でですね、4回表ちょっとね、K 投手がね、ちょっと荒れちゃうというところなんですけど、まあ、ノーアウトから、先頭ね、モンテスがフォアボール。で、ノーアウト1塁から岡本選手デッドボール。で、ノーアウト1、2塁で坂本選手空振り三振取るも、ワンアウト1、2塁で門脇選手デッドボール。まあ、ちょっとこの1イニングにデッドボール2つは出てるっていうところで、非常にまあ、結構、やばいなっていう。まあ、昨日のね、試合でもありましたけども、まあ、まあ、結構デッドボールが多いなとは思いました。うん、荒れてるなっていう感じ。で、ただワンアウト満塁で、浅野選手打席でね、ここで僕、めちゃくちゃ注目して見てたんですけど、まあ、こんだけで、モンテスファーボール、岡本デッドボール、門脇デッドボールっていうところで、まあ、制球が安定してないと。ただやっぱり相手もプロのピッチャーやから、満塁やからね、押し出しもあったりするから、さすがに初球は取ってくるだろうって、うん、思って、ここは絶対初球を振らないといけない。ストライクゾーンに来る確率が高いから、絶対振らないといけないよっていうふうに僕思ってたんですね。で、そこで相手バッテリーはカットボールをチョイスしたんですけど、ここで、まあ、ファールになったんですけど、ここを、浅野選手がしっかり振っていけた、初球から振っていけたっていうのは、マジで大きいと思ってて、まあ、まっすぐを狙ってね、まあ、カットボールが来てファールになった
っていうような感じでしたけども、そこをしっかり、相手のね、心理であったりとか、相手の、思ってること、やりたいことを踏まえて、しっかり初球を振っていけたっていうのは、ファールになりましたけども、非常にいい狙いだったと思います。で、結局まあ、その、ファーストゴロでね、なっちゃうんだけど、この初球を振りに行けたっていうのは、この浅野選手からしたらね、非常に大きい、成長というかね、素晴らしい、ことだと思いますと。はい。でですね、まあ、この回ね、チャンス潰れて、まあ、点入らないわけですよ、最後ね。で、まあ、その、大体ピンチの後にチャンスあり、チャンスの後にピンチありとよく言いますけども、この場合で言うと、チャンスの後にピンチありっていうところですね。なんですが、これ4回裏ね、これね、先頭の佐野選手が、まあ、強烈なサードゴロ打つわけですよ。なんですけども、坂本選手が、それをファインプレーにアウトしたっていうところ、やはりこれが抜けてたりしたら、もしかしたら、この、チャンスの後にピンチありじゃないけども、点を取られて確率って高かったと思うんですけど、ここをしっかり坂本選手がしっかり抑えた。まあ今日エラー1個ありましたけども、この守備っていうのは素晴らしかったなと思います。で、6回裏ですよね。これ、先頭の梶原選手にこのホームランを打たれるわけですけど、まあ外からのスライダーかな。ちょっと内に入ったスライダーなんですけど、まあその、今日見てて、まあ梶原選手の対応が明らかにいいんですね。DNA 打線を見てても、明らかに一番状態いいんですよね。で、一打席目のセカンドゴロの詰まったような、ボテボテのゴロのセーフのやつもそうだし、二打席目のレフト前も、変化球を意識しながらまっすぐ打ったみたいな形でね、ツーストライク後に、打ったみたいな感じで、非常にいい打撃ができてるんですね。やはり、二打席目にあのまっすぐ打ったから、うん、ちょっと初球、三打席目は変化球から入ろうかな。で、菅野さんだったら、まあ一番確率が高いボールって、まあスライダーだと思うんで、まあスライダーかなっていうところで多分狙ってたと思うんですけど、まあ少し甘くなったとはいえね、これをしっかり初球をね、振り抜けたっていうのは、梶原選手素晴らしいなっていうふうに思いますし、いい選手ですね。めちゃくちゃいい選手ですね。もう打ってるから、とか、打ってるから、まあいい選手っていうのもちょっとこう、安直というか、なんかこう、あれかもしれないけど、まあやっぱりこう、いい選手だなって、足も速くて、肩も強くてというところでね、打てるしっていうところで、非常にいい選手だなって、思いましたね。はい。で、次、7回裏行きましょうか。7回裏ね、これピンチ迎えるわけですよ。この回からケラー投手投げてて、まあ、ワンアウトから山本選手フォアボール、ワンアウト一塁から京田選手レフトフライ、で、ツーアウト一塁から林選手に詰まりながらセンター前ヒット打たれて、で、このツーアウト一、二塁でピンチいったらこの宮崎選手が出てくると、まあ、ちょっとピンチですよね、どう考えても。まあ、結局、結果で言ったらショートゴロに抑えるんですけど、まあ、ストレートしっかり見して、カーブ一球挟んで、ストレートでバーッと押してっていうところで、最後ね、しっかりインサイドに投げ込めたっていうところね、それまで外の配球だったんですけど、まあ、しっかりインサイドにピンポイントに狙って、投げれたっていうところは、まあ、ケラとして非常に良かったんちゃうかなっていうふうに思います。で、8回、大手ですね。相手ピッチャーね、伊勢投手出てきて、で、そっから、吉川選手フォアボール、モンテス選手レフトフライっていうところで、ワンアウト一塁岡本選手で、ピッチャー山崎、安崎投手出てくるんですね。まあ、その、多分、吉川選手のフォアボールもそうですし、まあ、モンテスの投球なんかを見て、ちょっと怪しいなっていうね、球も、あんま良くないなっていうところで、多分、山崎投手が出てきたと思うんですよ。で、そこで、ワンアウト一塁でしっかりこう、岡本選手を見逃し三振取ってるっていうところね。まあ、ツーシームで意識させながら、まあ、ツーシームというか、まあ、これもうフォークなんだけど、意識させながら最後ね、原点というかね、アウトコース低めのまっすぐで、見逃し三振。まあ、これは、ちょっと山崎投手は素晴らしかったなと思います。ただ、このツーアウト一塁で、これ坂本選手がこれね、タイムリー打つわけですけど、ちょっとこれね、配球チャート見ていきたいんですけど、まあ、こんだけね、岡本選手にめちゃくちゃいい投球をした後の、バッターね。うん、まあ、これも、ボール自体は悪くないんですよ。ただ、このカウントの進め方に問題あったかなというふうに思ってて、まあ、ツーシームで空振り、ストレートで、ストライクっていうところで、もう2球でツーストライク追い込むんですね。うん。で、ツーシームでボール。で、ツーシームでファール。うん。で、この5球目ですね、5球目のストレートがボールになって、で、ここで決めなかったと思うんですね、どう考えても。スリーツーにしてしまうと、ランナーが自動的にスタートするんですよ。だから、間違いなく 2-2 になるカウントで、勝負したかったんですね。この5球目で、まあ、ストレートで決めなければいけなかったんですけど、それがボールになってしまうと。で、それで 3-2 になってしまって、最後ストレート。で、打たれるというところで、それで中継ミスもありましたし、まあ、その、まあ、おそらく中継がうまくいってて、まあ、ギリギリアウトかセーフかなっていうところだと思うんですけど、やっぱりこの DNA の、
まあ守備陣ね、別に悪いと言ってるわけじゃないけども、やはりこう、ホームで勝負してほしいというかね、いい中継を結んで、ホームでセーフになるんだったら、まあまだね、ああまあまあ仕方ないかなっていうところはあるんですけど、そこでちょっと中継プレーをミスって、ホームにも投げられないっていうところだったんで、ちょっとね、まあ、その亀井コーチ、三塁ランナーコーチの亀井コーチも、まあその、ちょっとギャンブルじゃないけど、まあチャンスがなかなかないし、得点がなかなか、今日に関しては取れてなかったんで、まあ一気に回してしまおうというところで回したと思うんですけど、まあ、その DNA からしたら、そのギャンブル的なね、ギャンブルまではいかないけど、まあちょっとね、思い切った走塁の時に、しっかり中継を結べてたら、もしかしたらホームでアウト取れてたのかなというふうに思うんで、そこはちょっとね、DNA からしたらもったいなかったなっていうふうに思いました。はい。でですね、8回裏ですね、バルドナード時も、ピンチありまして、まあ、その、ワンアウトから桑原選手にツーベース打たれて、ワンアウト二塁で佐野選手をライトフライ。で、ツーアウト二塁でオースティンの時に、まあ、結局空振り三振と思うんですけど、まあ、5球目、ちょっとワイルドピッチャーって、で、ランナー三塁進まれて、最後、まあ、勇気持ってね、しっかり6球目、チェンジアップを低めに投げれたっていうのは、非常に良かったと思うし、まあそこでね、甘く入ってたりしたら、まあドカーンっていかれたかもしれないですけども、しっかりこう、低めに、ランナー3塁いるんですけど、しっかり投げ、キャッチャーを信頼してね、投げれたっていうのは非常に素晴らしかったなと思います。で、9回裏行こうか。9回裏行きましょうか。で、ちょっと9回裏はちょっとドタバタした感じはありましたと。で、ピッチャー船場様投手この回から出てて、で、先頭これ牧選手デッドボール。で、ノーアウト中で山本選手バント成功。で、ここでワンアウト二塁に、ピンチヒッター筒香選手出てくるんですね。ただやっぱ一塁空いてるから、まあこっちか、ジャイアンツからしたらまあ申告敬遠しますと。で、ワンアウト一二塁になって、ここで、まあ、バッター林選手なんで、高梨選手を出しますと。で、ここで結局ショートゴロでね、打ち取るんですけど、まあ完璧なゲッツーコースなんですけど、まあ林選手の足がめちゃくちゃ速かったんで、一塁セーフになっちゃうんですね。で、こういう先ほどの、一回裏の佐野選手の、まあ、ゲッツーの時もそうでしたけど、これはまあ、ゲッツーでしたけども、こういう、ゲッツー崩れとかで、ランナーが残る時って、大体な、結構危ない時なんですよ。結構その後タイムリー打たれることって結構野球の流れ的に結構あったりするんですよ。なんですけども、ここで2アウト1、3塁でね、ピンチヒッター、エビナ選手を空振り三振取るんですけど、ちょっとこれね、配球ちょっと見ていきたいんですけど、これは、すごくいい配球というか、合ってないボールは、もう一生合わないっていうところですね。やっぱりこう、まあ、投げ切った高梨さんも素晴らしいんですけど、これは、要求したのは、配球的にはね、良かったと思います。というのも、スライダー、3球、インコース低めの、要求で全部空振りなんですね。で、バッターによっていろいろタイプあるんですけど、やっぱり2回空振り、2回同じ球を空振りした場合、3球目、もう1回同じ球で空振りするのって、結構プロからしたら、結構なんていうの、恥じゃないけど、恥ずかしいじゃないけど、ちょっとこう、おいっていう感じになりがちなんですよ。だから、大体2球同じコースで同じ球で空振りした場合、バッターってめちゃくちゃ3球目にその球の比重が高まるんですね。その球を狙ってる比重が高まりがちなんですね。なんですけど、それを、分かった上でというか、それでも多分合わないだろうっていうところで、高梨さんに3球同じスライダーを要求して、同じ、ほぼ同軌道で、インコース低めに来たんですけど、それを海老名選手は3球とも同じ空振り三振してしまうというところで、ちょっとこれは、まあ、海老名選手からしたら本当に合ってなかったんだろうなっていうか、ほんまに消えてたんだろうなというふうに思うし、まあ、そこに3球しっかり投げ込めた高梨さんというのは素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、これ、10回表でですね、まあ、結局、まあ、この回からウィック投手出てきて、まあ、この回が最後のチャンスなんですね。ジャイアンツからすると。うん。まあ、この丸選手、まあ、打順的には、ところもね。丸選手がこれ先頭で、ね、レフト前。で、ノーアウト中で吉川選手バント成功。で、ワンアウト二塁からモンテスが空振り三振。まあ、これちょっと痛かったですね。6球とも全部ストレートで空振り三振しまうと。うん。で、ツーアウト二塁で、まあ、岡本選手を敬遠して。で、ここに湯浅、5番にね、湯浅選手が入ってたんですけど、ここで2アウト1、2塁で、ピンチヒッター長野さん出てきて、ここも空振り、見逃し三振っていうところで、
まあその、ワンアウト二塁からモンテス、岡本、長野で、まあその点入らないというところで、まあこれでちょっとね、まあ厳しいなって、まあ負けるときはそんなもんなんですけど、うん。あの、ちょっとまあモンテスでなんとかしたかったなっていうところは正直ありましたよね。うん。で、最後、まあ10回裏ね、まあ大勢が出てきて、まあ5球ぐらいで、しか抑えて、ちょっとイニングまたぐかなと思ったんですけど、まあそのまたがず、で10回裏、ピッチャー平内投手に代わって、で、まあ、初球のストレートを、まあ、ホームラン打たれるっていうところなんですけど、まあ、今日のオースティンの打撃の内容ね、見てても、まあ、4-0 だったかな。うん。まあ、一回、ライトフライかなんか、菅野さんの時に打ったんですけど、非常にまあ、ちょっと先っぽかなんかなんだけど、結構飛んでたなっていうのが ありまして、まあ、空振り三振とか結構してたんですけど、多分、状態はそんなに悪くなかったというか、まあ、菅野さんとかが非常にいいところにフォークボール落としてたりしたんで、状態が悪いっていうよりかは、まあそのピッチャーがよく投げてたなっていうところだったんで、まあ大体ホームランバッターとか、まあそういう時って、4-0 とか5-0とかの時の方が怖いんですよ。5打数0安打とか4打数0安打の時の方が、なんかその、次ホームランあるんちゃうかっていうのが、出てくるんで、その雰囲気的にね。うん、だから、そういったところで、まあ、その、不用意っちゃ不用意なんだけど、まあ、先ほども言いましたように、153キロの、まあ、ちょっと甘めのボールとはいえ、それをしっかりスタンドに持っていくっていうのは、まあ、オースティン選手ね、素晴らしいと思いますし、まあ、それはね、よく言ったらね、それアウトコース低めとか、一番遠いところからストライク取ってた方が、まあ、それは、バッターはね、ホームランはなかなか打てないんだけど、まあ、結局、パワープロじゃないし、ゲームじゃないから、そんなうまく投げれないから、そこでね、多少甘く入っても、まあ、ファールを取れたりとかっていうところが、できるという判断で、まあ、平内投手をね、もしかしたら出したのかなというので、そこの、安倍監督の、まあ、判断に関しては僕は全然、なんとも思わないというか、安倍監督が考えたんでいいかなというのを思うんで、そこはね、まあ、明日ね、オフで、一回切り替えてね、もう一回、次、広島戦だと思うんで、すごく大事な3連戦だと思うんで、切り替えて頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。